今日のセントメリーズスタジアムはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、サウサンプトンがトッテナムホットスパーと戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。注目のハリー・ケイン、パスワークが素晴らしいですね。味方が欲しいところにきちんとボールを出せるんです。こちらがサウサンプトンの先発メンバーです。こちらがトッテナムホットスパーの先発メンバーです。これは攻撃的な4-5-1です。前線の選手の役割が重要です。さあ前半開始、サウサンプトンのキックオフです。ボールを失います。このパスはカットされました。行くしかない、入った、先制点。早くもスコアに動きがありました。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。試合時間は前半4分、早くも先制点です。シーズンも終盤です。ここまで来てもどのチームが優勝するかさっぱり分かりません。力が拮抗しています。ここから大事なのはタイトルをどうしても取りたいという執念ですね。何かしてきそうですが、タックルでボールがこぼれました。ボールを運んでいます。ボールをはっきりクリアしたい。味方にパスを出します。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。もう少し待って走り出せばちょうど良かったんですけどね。タンギ・エンドンベレ、ボールがこぼれた。いいタックルだ。ボールをキープしました。絶好のチャンスを外してしまいました。これは悔しそう。これはやっちゃったという仕草も出ちゃいますよね。ロメウ、ここで攻守が入れ替わります。デュディガー、ロメウ、このパスは通らない。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。これは危険なカウンターになりそうです。
これはプロフェッショナルファールでしょう。イエローですかね。審判の手にはカード、警告、イエローです。今のは仕方ないですね。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。ダニー・イングス、ここで狙いたい。キーパーが簡単に処理します。今のはもったいないですね。もう少し落ち着いて狙えていれば確実に得点できた流れでしたよ。 EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、サウサンプトンが次に対戦するのはアーセナルです。どちらも相手にとって不足はないですね。見逃せないゲームになるでしょう。1対1のチャンス、ロリスのファインセー、1対1を止めました。パスが通りません。5点を狙ったシュートを止められたのは痛いですね。相手ゴールキーパーのスーパーセーブでした。さてここでスタジオから情報が入ってきました。アンフィールドで行われている試合、さあゴールを狙いに行く。まだボールは生きています。ゴール、試合を振り出しに戻しました。キーパーにとってはアンラッキーでしたね。ファインセーブを披露したものの、相手の前にボールを弾いてしまいました。これは悔しいでしょう。追いつこうとする努力が実りました。監督もほっとした表情です。ルーカス、何があったんでしょうか。タッチラインからボールを出してしまいました。ハリー・ケイン、スローインからゲームは再開です。ダニー・イングス、味方を走らせます。思い切ったタックル。 PK には注意したいですね。クリアして危機を出しました。ロメイ、いい位置です。攻撃に移りたい。滑っていく。どうだ。ロメイ、素晴らしいタックルです。ケイン、キーパーが止めましたがボールは生きています。前半終了です。スコアは1対1。このパスは、さあ後半開始、トッテナムのキックオフです。これは見事なインターセプト。ゴールの形が見えたか。トットナム、入れば1点リード。かろうじて防ぎましたがピンチは続きます。タックルでボールを奪いましたがゴールラインを割ってコーナーです。
コーナーからエリア内へ。このボールはクリア。キエリーニが抑える。ボールをクリアしました。トッテナムホットスパーの次の試合ですがいかがでしょうか。はい、次はウエストブロムウィッチアルビオンです。プレミアリーグでの対戦ですね。この試合の勝敗は予想しやすいんじゃないでしょうか。このヘディングは大きく外れました。枠には飛ばしたかったですね。うまく捉えきれませんでした。パスを出した先は相手の選手。ダニー・イングス。南野拓実。ロメウ。この時間になっても高まる集中力。またしても止めます。そのまま前に進みたい。これは危ない。ケインが決めた。この決定力はさすがです。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。そしてケインのこのフィニッシュ、うまく頭で合わせましたね。枠を捉えたいいシュートでした。監督の表情も険しいですね。このゴールでリードされました。ハリー・ケイン。ダニー・イングス。前を見たい。ここはゴールならず。強いシュートが外れました。精度の方が大事だったと思います。思い切り打つことはなかったんじゃないでしょうか。ロメイ。素晴らしい読みでインターセプトしました。デレアリ。ハリー・ケインに渡った。このパスはカットされました。ダニー・イングス。いいところを見ていました。もう一押しというところでした。カウンターのチャンス、仕留められるか。ケインへ。ケインからのクロス。これはいけません。あっさりとパスカット。いいプレスです。ボールを奪いました。デレアリ。パワフルなシュートです。が枠には飛びません。どこを狙ったんだというようなシュートになってしまいました。他の選択肢もあったんじゃないでしょうか。さあまたここからの連携。ここを潰すことができません。これはスローインになりました。いいタックルでしたね。プレーが軽いですね。ディフェンダーのインターセプト。イエローカードの可能性があります。すでに1枚もらっていますが、ファールの判定。フリーキックが与えられました。カードが出ずに済んだのはラッキーでしたね。キーパーがしっかりキャッチしてピンチをしのぎました。デレアリ。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。ロサノ。空いているスペースが見えたか。なんというタックル。チームを救いました。試合時間は残りわずかですが、
ホームのサポーターはゴール前に入ってきた。ピンチが続きます。ここでゲームが振り出しに戻りました。一番盛り上がる時間に決めましたね。サポーターも大喜びでしょう。リプレイが出ます。いいところにスルーパスを出してきました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。追いつこうとする努力が実りました。監督もほっとした表情です。鮮やかな同点ゴールでした。叩き込まれた同点弾にスタジアムは沸いています。この試合も残すところあとわずか。スコアは2対2。このままいった場合次のゲームにどう影響するのか。サウス入れば1点リード。素晴らしいセーブでピンチを逃れました。このカットは大きい。しっかりと奪いました。絶妙なパス。ラインが上がっていました。判定はオフサイドです。セドリック・バカンブ。これが最後の攻撃になるか。ビッグチャンスだ。同点のまま終わりそうな試合でしたが、これは鮮やかな勝ち越しゴール。サポーターの盛り上がりがすごいですね。見ている側も止まらないと思います。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。そしてフィニッシュです。2対1でパスの選択肢もありましたが、ここは自分で決めてきました。ボールを失いました。綺麗にかわして攻撃に出る。クロスがデレアリエ。予感のあった攻撃でしたが結果に結びつきません。カウンターアタックを仕掛けます。時間はほとんど残っていません。同点に追いつけるか。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしました。ここは抜いてきた。まだボールは生きています。ホイッスルです。このリーグ戦はトッテナムが勝利を収めました。いやー、いい試合でしたね。終盤までもつれたものの、最後に決めたゴールでチームは勝利を手にしました。一時はどうなることかと思いましたが、こういった試合をものにしたことは今後につながりますね。